残り2周回、2番宇佐美勇気が進出ですが、4番菅谷隆突っ張りました。2分戦、4番の菅谷が2番の宇佐美に主導権を渡さんとばかりに突っ張り先行となりそうです。5番の市川、1番の和田義嗣、マーク陣続きまして、6番亀谷龍一、4番手変わりません。残り1周半、2番の宇佐美勇気は一度少し足を使って5番手に戻りました。内をしゃくる6番の亀谷、さあ5番の市川の行為をさばこうとして、2番宇佐美勇気が一気の巻き返し、2番の宇佐美、追走は7番の佐藤雄一、3番真原健一と、さあ一気に上様相一変、2番の宇佐美勇気主導権をつかみました。追走7番の佐藤、3番の真原、そして4番手4番の菅谷隆の巻き返しはどうか。さばかれた石川健太がもう一度追い上げて6番の亀谷を伺うが、さあ4番手4番の菅谷踏み込んでくるが、番手絶好は7番の佐藤雄一、内から亀谷隆一と、このさ3番の真原健一も追ってくるが、佐藤雄一が最後は出てゴールイン、7番の佐藤雄一です。